お待たせをいたしました。本日もご利用いただきましてありがとうございます。2018年8月25日、時刻は失礼いたしました。8月26日、時刻は8時26分でございます。今横浜の根岸を出発いたしております。これから国道16号バイパス、津久井湖経由、相模湖もしくは、東野より、中央道、終点の、目的地は松本でございます。本日夏休み最後の休日のため交通集中による渋滞が予想されております。松本の到着、12時40分を予定いたしております。交通状況等で多少変化する場合がございます。ご了承願います。本日は松本のセミナーの後、長野の佐久平に向かいます。8月の27日、朝8時ごろ佐久を出発いたしまして名古屋に向かいます。名古屋には16時30分ごろまで滞在をいたします。名古屋の後は姫路へ向かいます。27日は姫路で泊まります。28日には姫路から広島に向かいます。28、29、30度広島に泊まりまして、30仕事が終わった後に、岡山まで移動します。で31日、失礼いたしました、31日に仕事が終わった後広島に向かいます。岡山に向かいます。で9月の1日、朝岡山を出まして、鳥取に向かいます。午後から鳥取で仕事でございます。2日鳥取で仕事、3日鳥取で仕事、4日に、午前中からお昼過ぎにかけて、京都に向かいます。その日は京都で泊まります。明けて5日は、午後3時頃までに、彦根に向かいます。失礼いたしました、4日は、米原で、4日のうちに米原に泊まります。で5日は、米原から名古屋に移動します。5日は名古屋で泊まりまして、6日名古屋で食用セミナーをやりまして、17時に終了してその後横浜に向かいます。再び横浜に帰ってきますのは9月6日の、日付が変わる6日から7日に日付が変わる頃になると思います。ご乗車ありがとうございます。松本行きでございます。まもなく、首都高速、横浜線でございます。